こんにちは花形正樹ですトークトゥーユー第22回目となりました2023年明けて、えー、2週間近く経ちましたけど本年もどうぞよろしくお願いします年が明けて1月1日に起きたのと半島地震で被害に遭われた方たちがちょっとでも早く日常を <laughs> 取り戻せますように僕もうん一社会人としてできることミュージシャンとしてできること何なんだろうかなと、えー、ずっと考えていましたそれでもやっぱり僕ができることといったら音楽を作ることなので聴、うん、いてくれた人の体がこう ね、エネルギーが出てくるような音楽を作ろうと、えー、改めて思いましたそれとこのトークというも、うん何中身が合ってないような放送ですが聴、えー、きたいと思ってくれる人が、えー、いるのであれば、うん、続けていくつもりです、えー、今年もどうぞよろしくお願いします 相変わらず僕は毎日音楽を作ってて、うん、前回の「トークというのあとくらいから割と曲が曲のアイデアがたくさん出てきててそれを形にするという作業をしていてはいあの毎度毎度言ってることなんですけど早く聴いてもらいたい音楽がたくさんあるので。えー もうちょっと <laughs> 待っていてください。えっ、ー、といつものように今日1月20ん違う1月12日は何の日かなと思って調べてみたら、えー、いろんな日があったんですけど、えー、いい人参の日だそうです。1月12日のこの語呂合わせなのかな。 うん、語呂合わせだったら11月22日の方が良さそうだなと思ったんですけど「いい人参の日」「皆さん人参好きですか?」「人参苦手な人って結構言いますよね僕は好きです」あの人参を「あの人参をあを生で <laughs> バリバリボリボリ食べるのが好きで、えー、お腹が空いて」 冷蔵庫を開けて人参があったらそれをよくあのバリバリ食べていた時期がありましたなかなかこの人参の話してたら急に人参を食べたくなってしまいました <laughs>、えっと、今年はえー、まあ音楽をえー、しっかり作っていこうという年にしたいともちろんそれは 思っててあとは、えー、2月にあの僕が住んでいる町の隣町の須崎市っていうところがあるんですけどそこで、えー、絵の展示も控えていたりあとは、えー、僕が2014年に発表した「レントメントというファーストアルバムを、えー、リリースしてちょうど今年で10年が 立つので、その10周年の記念リリース、うんリリースじゃないか、記念ライブ的なものをやろうかななんて、えー、企画しています。その他、まあ、ミュージックビデオを作ったり、その他にもやりたいことがたくさんあるので、できる限り一つ一つ実現させていこうかなと行きたいなと思っていますので、またその情報も随時このト、えークツーユーでお知らせします。 このトークトゥーユーで、えっと、お便りを募集していて、えー、お便りが1つ届いたのでそちらを紹介させていただきますお便りをくださったのはラジオネーム立川さんです立川さんいつもいつも聞いてくださってありがとうございますえっとお便りの内容は私はよくラジオを聴いているのですがこのトークトゥーユーもラジオ番組のようだなと思っています 花形さんにはたくさんの曲のストックがあると思いますが番組中にトークトゥーユーのテーマ曲やテーマ曲やジングルを作るという企画はいかがでしょうか10分や15分でできるようなものではないと分かっていますが2週から3週にわたって作っていくのはどうでしょうか作曲過程をアップしてもらうとビートから作るのかな メロディーから作るのかなと私の好奇心が満たされます。どうぞよろしくお願いします。というお便りでした。立川さんありがとうございます。そう。実は僕もこのね。あの。えっと放送が始まった時に流れるジングル的なものを作ってみたいなとちょうど思っていたので、お便りをくれてくださってありがとうございます。 ぜひこのジングル的なものをね作ってみようとも思,、えー、思いますそうまずこの作曲からやっていきたいんですけどこれだというのができてなくて曲ができたら各楽器がどんなアレンジで積み重なって曲ができているのだろうかっていうのをその過程を、うん、ここで紹介できたらなと思っていますので、えー、そちらも 楽しみにしていてください。立川さん、ありがとうございました。また、引き続きトークというではお便りを募集しています。まさきはな方、アットマーク gmail.com までお便りをどしどし待っています。はい。じゃ、あ今日はこんなところかな。今日はちょうどギターのレコーディングをしてて弦を張り替えたばっかりなので1曲。えー 歌って、えー、終わりにしたいと思います曲は去年の舞台で、えー、作った世界は日の出を待っているですうまくいかない今日が繋がっただけ、えー 明日になったら何か変わると信じてあなただけじゃない生きることしかできない僕たちは日の出を待っている今も世界は日の出を 待っているありがとうございました。中玉でした。それではまた次回お会いしましょう。